今日皆さんに教えたい雑学はエチオピアは13月まであるということです。1月から12月までは毎月必ず30日までしかなく、余った5日間だけが13月になるそうです。どうですか、ためになりましたか？ためになったというか、ジャニーズワールドをやってる期間に教えたいよね。ジャニーズジュニアとか、あ、はい、全ジャニーズタレントに、はい、13ヶ月目はエチオピアにあったんだ。そこのオチにするんですか、うん、いや、探してますからね、あの人たちは。そうね、はい、ぜひエチオピア、宇宙に行く前にエチオピアに行っていただきたいという。現実にあったっていう。そうね。ストーリーの起伏が難しいな。急にエチオピアだって言わない。難しいですけど、結構これは僕もね、舞台やらせてもらってたので、あの、ちょっと知ってたこともあったんですけど、エチオピアなんですね。どこかであるとは言われてたんですけど、ね、別に勉強になりました。はい。埼玉県ピチピチピーチさんから。ピチピチピーチってなんか前来たよね。本当ですか？来たよね。あ、覚えてるよ。携帯電話で相手の声を間違えてしまった、そんな経験はありませんか？うん。実は携帯電話から聞こえる相手の声はそのままの声ではなく、約2000種類の中から最も近い音を選び再生されているんです。嬉しいね。そうですよね。これは通信量を減らすため、電話だと声質の似ている兄弟や親子などを間違えてしまうのはこれが原因なんだそうですよ。これなんかテレビでやってたな。これ本当なの？これ本当なんですか？やっぱ電波を扱う皆さんからしたら本当なんだ。ああ、へえ。でもなんか俺、そうとは知ってたけど、本当にそうとは思ってなかった。2000種類しかないんだ。しかもでも、そのライブなわけじゃないですか。今こう発した声が変換されるのはもう数秒のないか、もう一瞬のごとく、すごい技術です ね。フィルターみたいなことかな。なんかデジタル的なこう穴がこうあるみたいな。ちょっと面白いね。みんなの声でも特徴的だけどな。マリウスとリュウチル同じ声質。同じデータなんですかね、そしたら。確かに。まあ、図鑑とかに載ってたら絶対同じ声質になるよね。塚田も入ってほしいな。続いて岐阜県豆もちさん。うい。突然ですが、セクシーゾーンの皆さんはお風呂で寝てしまうことはありますか？私は、これ雑学ゾーンですよね。私はどうしても眠いときや、冬はよく寝てしまうのですが、本当は寝ているのではなく、失神しているのだそうです。っていうよね。ま、寝ちゃったことはないですけど、結構睡魔に襲われることはあるんですけど、あれは失神寸前ってことですか、僕は。そういうことです。風磨くんはありますか？僕ね、お風呂で寝るの好きなんですよ。それは、失神してるらしい。どのぐらいの頻度で寝てるんですか？疲れてる時とか風呂でちょっと寝るの好きなんだよね。ああ。じゃあ結構な頻度で失神。そうね。風磨くん。失神ゾーンです。いやいやいや、勝手に作らないでください。こんな感じですね。結構知らないことも。そうね。届いて楽しかったです。おい。